はいどうも、アダムの店長、豊島渡です。よろしくお願いします。昨日ですね、池袋アダムの YouTube チャンネルがついに立ち上がったんですけれども、なんか自分で言うのもなんなんですけども、結構なんか話題になったような気がしてて、結構3370回視聴で結構良くないですか。で、登録者数がですね、もう1250人ですよ。1000人突破してますよ。で、総再生時間もね、さっき調べたんですけど、100時間でした。登録者数1000と4000時間で、なんか YouTube で、もうちょっとお金儲けができるチャンネルになるということで、一応、アダムは、お金儲けのためにやってるんで、目指してるんですけどもね、まだまだ、4000、てか、4000、4000ちょっと遠いな。4000これ何すればいいの。なんか2時間とかそういうぐらいの動画を作るっていうことで、昨日の動画はなんかね、コメントもたくさんいただいておりまして、ちょっと気になってるやつがなんだっけな、これケンコモブチお笑いワンマンショーとかを希望します。多分このケンコモブチっていうのは、多分アダムにもたまに出演するチョコレートシンドロームのキーボードのっていうバンドのキーボードの男のことだと思うんですけどね。ケンコモブチのお笑いワンマンショー見たいか。そうか、本当に見たいのこの人。ケン、まあいや別にそのね、いやつまんねえと思うけどな。ケン、いやチョコレートシンドロームがなかなか、いやチョコレートシンドロームはすごいいいバンドなんですよ。チョコレートシンドロームは本当にいいバンド。シャオンもね、ボーカルのシャオンちゃんもすごくいいやつなんですけれどもね、チョコレートシンドロームはだからポップスバンドなんですけど、ガールズボーカルのね。で、でもなんか MC の時に、なんかサイコロ回すんですよ。でサイコロ回して、なんか何が出るかなみたいなサイコロをこう回して、こうまあ、そこになんかこうね、モノマネとかマシュマロキャッチとか、まあ、なんかそのサイコロの目が出るんですね。でそれをまあ結構その出た目をそのキーボードのケンコモブチがまあやるんですけど、まあ地獄っすよ。でもなんかその、サイコロを回すのも、アダムってこれさ、低いじゃん。でこの辺でお客さんがその辺に立ってるさ、サイコロ回してもお客さんサイコロ何出たかとりあえず分かんないんですよ。俺も分かんないし、こう向こうの方で見ててもね。で、まあ、だからなんかちょっとなかなか結構盛り上がりにかけるけど、まあでも表現だしなと思ってあんまり言わないんですけど、でもなんかこの間もなんか十何バンドぐらい出るフェスに出て、でそれはフェスっていうかアダムが主催するフェスに出て、まあそれはたまにね、アダムもそういうたくさんバンド数がいるから、まあまあ押さないでくれ時間をみたいな。でもそれなんかね、押したんすよ、5分間ぐらいサイコロを回していたからね。でまあ一回それで、一回怒ったんだよな。一回怒って、で、もう反省しますみたいな感じで、まあもう本当こういう時は押さないでくれよみたいな感じで言ってるんだけど、でなんか2回目このまた似たようなイベントに出た時に、また押したんですよ、サイコロ回して。で、サイコロを回すのもどうなんだっていうのも、こう我々、まあ池袋一応意見としてはね、サイコロあんま面白くないかもしれないねみたいな、サイコロあんま面白くないかもしれないねみたいなのは、なんか割と俺らはあの手この手で実は伝えてて、だけどサイコロを回し続けるんですよね、常にチョコレートシンドロームは。うん、俺ねだって結構うちのスタッフの間でも、なんであんな必要にずっとサイコロ回すんだろうっていうのは結構話題になってて、でも俺結構ちょっとそこをちょっと深く考えたいなと思って深く考えたんですよ。で、なんかもうサイコロを回さないと死ぬんじゃないかと思ってて、サイコロを回さないと死ぬ呪いにかかってるんですよね、多分チョコレートシンドロームは。で、で、その呪いはちょっと厄介で、そのチョコレートサイコロを回したら死ぬっていう呪いをかけられてるっていうことを人に言っても死ぬんですよ。だから誰にもその辛さも打ち明けられずに、ただひたすら人にやめろ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 、サイコロ回すのだけやめろってこう周りからわーって言われてても、でもサイコロ回すしかないの。でなんで回すのって言われても言えないから、死ぬからね。
だからやっぱりなんかこれからもチョコレートシンドロームはあのずっとサイコロを回して続けるんだと思います。だからそれをこううちも僕もスタッフにね説明して、多分あれねそういうことなんだと思うよ、サイコロ回さないんで死ぬんだと思うって言ったら、あそれって結構かわいそうですねみたいな感じになって、まあ僕らもやっぱもうあんまもうあんま言ったらもうメンバーも辛いだろうから、これからも言わずにひたすらサイコロを回し続けるライブを見守っていこうっていうことになりましたんで、皆さんもなんで回すんだろうって思っても、もう言わないでください、回さないと死ぬんで